j ンナ・ディジー・ディーンは、1930年代に、活躍した、アメリカメジャーリーグの野球選手、ポジションは投手、アーカンソー州、ルーカス生まれ、右投げ右打ち、カスハウスギャングと呼ばれた1930年代カージナルスの AS で、ナショナルリーグにおける最後の30師匠投手である。1930年にセントルイスカージナルスに、入団、2年後の1932年に、 本格的なデビューを果たす。ディーンは持ち前の合速球で、この年18勝15敗、リーグ最多の191の三振を奪う活躍をした。翌年の1933年には20勝18敗、さらに1934年には50試合に、登板して30勝の大台を達成した。なお、ナショナルリーグでは、ディーン以後30勝を達成した投手はおらず、アメリカンリーグにおいても、 1968年、デトロイトタイガースのデニー・マクレインが31勝を挙げたのみである。このシーズン前に同じチームに在籍していた弟のポール・ディーンと2人で45勝すると体現したが、ポールは19勝を記録したので、2人合わせて49勝に達した。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは3試合に登板して2勝を挙げる大活躍で、 この年の MVP に選ばれた。なおこのワールドシリーズでは、ディーンは、第4戦に代走として、出場、閉殺を阻止しようとして送球する、内野手の前に立ちはだかり、頭にボールを受けて混沌した。普段から、ビッグマウスで知られていたので、頭を狙って送球したのでは、との噂も飛び交った。ディーンは、翌1935年も190の奪三振を記録し、 1932年から4年連続でリーグの最多奪三振投手になっている。しかし、1937年に出場したオールスターゲームでクリーブランドインディアンスの強打者、R ・アベリルと対戦。アベリルの放った強烈なライナーを受けて足の親指を骨折してしまう。ディーンは足の痛みをかばうように投球フォームを変えて投げ続けようとしたが、そのために右腕の故障を この年の登板数はそれまでの約半分の27試合にとどまり、翌1938年1対3のトレードでシカゴカブスに移籍した。カブス移籍後は登板数はさらに減り、1941年のシーズンを最後に現役を引退するが、まだ31歳だった。投手としての球種は、下か,からブチェンジアップ引退後は、ラジオ放送のスポーツ解説者となり、 ディーンの基地に飛んだ喋りは人気を博したが、毒舌と共に汚い言葉も使用したために、抗議の手紙も殺到したとも言われている。セントルイス・ブラウンズの中継放送を担当していた1947年に、突如1試合だけブラウンズの投手として、現役復帰する。これは、試合中継の最中に、あまりに不甲斐ないブラウンズ投手陣に対し、俺が投げた方がマシだと口走ってしまったことが、 きっかけだった。この当番では4回を投げて、ヒアンダさん無失点に抑えている。その後1960年代後半まで解説者活動をしていたという。1953年に記者投票により、アメリカ野球伝道入り選手に選出された。1974年7月17日に、心臓発作のため、ネバダ州にて64歳で死去。 1970年代になってから、およそ300ポンドにまで体重が急増していたとされる。ディーンの背番号17、セントルイスカージナルスの永久欠番に1974年指定。フルスカージナルスは、ディーンの不法とともに、同1974年、ディーンの背番号17を永久欠番に指定している。没後。 スポーツキャスターとしての功績も評価され、2006年には、フォードフィリック賞の候補に、名前が挙がった。ABC 伊藤和夫、メジャーリーグ新四六、ベースボールマガジン社、1997年、98から99ページ、ISBN4 から583034113、カージナルスが1932年に、背番号を導入して、最初に17をつけたのはディーンだった。 ありがとうございます。